ゲーム佐藤、どうもこんにちは、こんばんは、岩です。今回はある非売品ソフト、いやすみません、特別非売品ソフト手に入れたので、今回そちらやっていきたいと思います。ということで、まあその非売品ソフトこちらなんですけど、レベル5プレミアムゴールドレベル5ということで、なんかプレミアムゴールドソフトをなんかね、調べたらアマゾンであったんで、非売品、特別非売品ソフトがアマゾンであったんで購入してみました。はい、こちら何かというと、次世代ワールドホビーフェアの、2008年に配られたソフトということで、いや2008年ということは、この稲妻イレブン、初代稲妻イレブンがね発売された年ということで、なんかその今回このレベル5プレミアムゴールドソフトの中に稲妻イレブンのね特別体験版ボリューム 2.1 が入ってるようなので、まあこちらやっていきたいと思います。まあ体験版、稲妻イレブンの体験版ということで、製品版と何が違うのかというところちょっと見ていきたいと思います。おおおおおお、レイトン教授悪魔の箱、あこれ知らねえわ、レイトン教授ロンドンの休日。まあ早速稲妻イレブン体験版ボリューム 2.1 やっていきましょう。稲妻イレブンはサッカーをテーマにした青春熱血 RPG です。この体験版では稲妻イレブンの世界を少しだけ遊ぶことができます。さらに DS ワイヤレスプレイによる、 DS ワイヤレスプレイがもう赤文字になってるからね、もう時代ですねこれが。で、対戦プレイにはレベル5プレミアムゴールドまたはレイトン教授悪魔の箱の DS カードの2つが必要ですと。なおゲームの内容は製品版と違う部分があります。ちょっとこれ間違い探しみたいにやっていこうぜ。サイゼリアの間違い探しとどっちが難しいか。製品版では集めた仲間を育ててチームを作ることができます。では稲妻イレブン体験版をお楽しみください。お、稲妻イレブン、すごい、もうロゴがまず違うよな。こんな感じじゃないもんね、赤文字でもっとバン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 ってなってるもんな。まずロゴが違うということで、オープニング、これどんなゲーム、ストーリー、2人で対戦となっております。詳しくはこちら、ここに URL 貼るやつ、ここに URL やつ貼るやつおる今。あーこれどうしようかな。じゃあまずちょっとオープニングから、これオープニングからやるってことでいいよね。これオープニング流れるわけじゃないでしょ。流れたらちょっと著作権的に、ま、危ないよ本当に。これどんなゲーム、集中、育成、交換が楽しめるサッカー RPG の登場だ。なんかすごいな、ま、軌道がちゃんと帝国のユニフォームだったね。ストーリーを追いながら自分だけのイレブンを作る、集めた選手で必殺技を生み出せ、タッチペンでパス、ドリブル、ゴールタッチでシュートと。はい、お、迫力の必殺技、いいね。これ後ろ風丸かこれ、かっこいいな。おお、見たことねえ奴らがいっぱいいるぜ。あ、でもこれ源田か、一番右上源田いるね。あ、でもちょっと違う感じか。いやこれ面白いぞ、イラストがちょっと違う。あ、これウェブサイトタッチしたらいけるとか、あなわけないよな。まあストーリーやっていこうぜ。ストーリーからの試合の、まあストーリーせっかくなんでやっていきましょう。タッチペンをしまって、俺さ、パズドラタッチペンなんだからしまえないんだよな、 DS の中に。ちょ、俺持ってるわタッチペン。今作品はフィクションです。実際の人物、団体、事件などには一切関係ありません。おお、いや懐かしいマジで。なんか違うところあるか見ていこうぜ。初代稲妻イレブンはエンドの顔とかがねちょっと違うからね。お、ここはあれだね、レイトン教授の悪魔の箱と同じだね。お、違う、全部違うじゃん。エンドのこのなんてアイコンっていうか、メッセージの出し方というか全部違うな。そろそろなんか緊張してきたな。しかも細いエンドが、夏美なんか水着着てる、え、なわけないよな、水着着てるわけだよな。え、あら遠藤くん、あなたたちハイブスゼのサッカー部が全国大会で優勝したあの帝国学園と試合ですって。みっともない負け方をして恥をかかせないでちょうだいね。何を言っているんだ、試合は勝つことに意義がある、負けたってそっから学ぶものがあればそれでいい。ふん、言ってなさいよ熱血くん。お、シシドなんかみんな細いな。大変だ、ついに帝国が来たぜ。エンド、廊下に出てみろ。なんだこいつ、廊下に出てみろってなんだこいつ。どういうこと、おなんか新しいゲーム、なんか同人ゲーやってる感じだな。なんか稲妻イレブンやってるけどやってないみたい。おお、なんか遅い、あ走れないの、めっちゃ、うわなんかこっちのエンドの方が可愛い、こっちはドットエンドの方が可愛い。ちょっと宝箱取っていこうぜ。斜めグラフィックあんだけど、あれあったっけ、初代稲妻イレブン斜めグラフィック、あれ体験版の方が優れてる。お、スタミナフレーバーを手に入れた、やべえ、なんかあれだ、 FPS15 なんだけどえ、すごいな、カクカクぞ。佐藤、外が騒がしいようだけど何かあったの。佐藤、
はじめお前消されたら製品版になって。おいおいおい、風丸クリは栗松が去る。おおお、な、急に始まったぞ。あれか、エンド吹っ飛ばしたな今な。うわ、なんかあれだな、車がサイコパスの車みたいだな。これ多分ね、サッカー選手よりこのね、カーペットと一緒にドリブルしてるやつらの方が技術高いよ。かっけえ。あれだね、やっぱ体験版ということであんまボイスないかな。製品版ここ確かあった気もする。こう起動せーみたいな話してた気がするんだよ、佐久間が。起動の声優違かったか、なんかちょっと違うような気がしたね今。クリマツなんか太ってんだけど。おい、で俺もサッカーボール、最近部屋掃除してたら、ちょっとここ余談なんですけど、あの部屋掃除してたら稲妻イレブン GO のサッカーボール出てきました。はい、あの部屋で蹴ってます、ありがとうございます。すげえ、あれが帝国学園か。うー、勝てそうにない雰囲気だな。ヤンスどうしたで、ヤンスはお前誰も勝つことなんて期待してないよ。人数もろくに揃ってない弱小サッカー部が帝国に勝つなんて、そんなことは。おお、なんか遠藤がガッツポーズしてるね。そんなことはやってみなきゃわからないだろ、勝利の女神がどっちに微笑むかなんてさ。ギャグで言ってるのかいな、おい。じゃあ遠藤支えてやんの、今お前ぐらいしかいないんだから、勝村そういうこと言ってやんなよ。あ、あきちゃん、なんかさ、なんか腹出てるように見えないこれ、マネージャーのドット。大変よ、壁山くんがいないの。ここはやっぱり壁山いなくなるんだな。壁山くんがいないと人数が足りなくて試合ができないよ。ビビって逃げたか。じゃあ風丸、ちょっとお前もう闇落ちしてない、あれ、お前ちょっと闇落ちすんのワンシーズン早いぞ。く、あいつ自分だけ。やめろよ、壁山のこと悪く言うな。私階段のところを見張っているから、遠藤君たちは他を探して。見張ってるから、逃げないように見張ってるから。何、俺ら捕まるのこれから。遠藤、俺たちも一緒に行くよ、敵前逃亡なんて許されない。なんだ、お、シシド、お前何も一言もさっき喋った。おお、来た。よし、壁山を探しに行こうぜ。お、いいね。あれ、この BGM いいな。ピッピッピッピー、いいね。まずはみんなに話しかけてみようぜと。おお、遅い遅い遅い。あ、ちょっと、狭すぎんか。ちょっと距離感、ちょっとエンド嫌われてないこれ、クリマズに。何この距離感。お、なおっと、もうなんか、距離感のぐちゃぐちゃさよ。いや、体験版だな、これが。宝箱いっぱいあるね。空っぽだった、ドラクエか。体験場ではストーリーモード中にコマンドを開けません。とりあえず歩くことしかできないっぽいね。お、池山、あれ、池山アスマだよな。アスマで会ってたっけこいつ。お、帝国と試合だってな、頑張れよエンド。こいつは結構ね出てくるよな。なんならイナエル3までずっと出てきたもんな。さすが帝国学園ね、なかなかかっこいいじゃない。なんか夏美さんが、夏美さん、俺はいつから夏美のこと。誰だお前は。今そこのロッカーが勝手に揺れたんだよ、もしかして地震かな。それさ、なスマホのバイブレーションぐらいの揺れかよ、壁山が。なんだ、あ、出てきた壁山。かわいい、ポケモンみたいな。プワー、苦しい、酸素が足りないよ壁山。はっ、キャプテン、すいません、俺ちょっと怖くなっちゃって。壁山、俺だって怖いさ、けど逃げたら何も始まらない。それに一度逃げたらずっと逃げ続けなきゃなんなくなる。そんなのかっこ悪いだろ。キャプテン、俺もやります、やらせてください。壁山、エンド、時間がない、向こうで木野さんが待っている、急ごう。なんかめっちゃ片言じゃないお前。エンド、時間ない、向こうで木野が待っている、行こう。じゃあ木野さんのところへ行こう。いや、いいね、ピピピピピピピ。これでメンバー揃った、階段の前の木野さんに報告だということで。木野さんなんだろう。よー、俺初代稲妻イレブンでは珍しい5人でパーティー組んどるぞ、もうもうキツキツだ。かわいい、これずっと見てられるわ。じゃあ木野さんのところ行きますか。いいわ、いいねこれ。木野さんに話しかけるんだ。遠藤もあれなんだよな、さん付けなんだな。よかった、間に合った。じゃあグランドに急いで。あ、
壁山今足動いてた。壁山斜めぐらいあった今。熱血くんがどこまでやれるか見せてもらうわよ。それにしても帝国学園がうちに試合を申し込んでくるなんて、あんな弱小チームと試合をして何の得があるというのかしら。帝国学園から突然申し込まれた不可解な練習試合。この試合のため寄せ集められた雷門中学のニヤカサッカー部は、天才ゲームメーカー木戸優と率いる最強の軍団帝国学園に勝ち目のない無謀な戦いを挑むことになってしまった。だけどそこには誰も予測できない意外な結末が待っていたんだ。